はい、酒好きな新潟人の飲酒動画。今回は、山形産のラフランスのチューハイです。宝の自家搾りシリーズ。ラフランス。アルコール度数 5% で果汁が 2%。うん、山形産ラフランスの果肉を丸ごと搾ったストレートコンダクト果汁を使用。原材料が、ラフランス果汁と焼酎と糖類と酸味料と香料となってまーす。山形。山形はね、洋梨で有名です。それは乾杯。ああ。なんか微妙だな、これな。微妙だぞ。なんか甘くねえな。うまくねえっていうか。いや、なんかうまくねえな。微妙、これは。これ微妙だわ。なんだろうな。確かにラフランスの味はするんだけど、なんか後味が良くないな。ああ。うん。そもそも、梨ってさ、やっぱり、ちょっとほら、あれだよ。レモンとかに比べるとやっぱりちょっと、あれじゃん。リンゴとかと同じで、ちょっと薄い、味が薄いでしょ。だから、たかだか 2% 果汁加えただけだと多分、大した。うん。もんでもないと思う。あんまり。うん、微妙だな。え？ヒカキン。まさかのヒカキン、ヒカキンさんが。渡辺真帆と、この人もあれかよ。共演してんの。今日はちょっとね、緊張しております。すでに多分このヒカキン TV 始まって以来の一番取り扱い注意商品を。びっくりした。頑張ってきたんだよ。また生きておりますよ。取り扱い注意の、ね、危険商品、まあ、危険商品というか、まあ、一応普通に売ってるものなんですが、やばいものです。それが形雑草さん、やばい。ってなるんすか、今回。はい、こちら見た目からもうちょっとなんかやばいオーラ放ってますが、今現段階で
僕がゲットできる世界で最も辛いソースです。その辛さを説明すると、まずこれですね、よくドンキとかで売ってて一番日本で売ってる中で辛いソース、10万スコビルっていうね、辛さの単位なんですよ。10万で、少し前に紹介したこちら、ウルトラデスソース、これ日本で売ってる。この人もウルトラデスソース飲んだ。117万スコビルかな、だからすで、にこれで、11倍いかないんですよ。で、今回のこのザ・ソースの辛さはなんと710万スコビル。バカげてる。バカげてる。だからこのサドンデスソースの、71倍辛い。つまようじでツンってやったらもう今回辛いってことだから。で、なんかこれを買う時の、購入規約として、絶対にふざけて食べたり、一気に食べたりしないこととか、あとは人にプレゼントとかでふざけて渡さないこと、あとは、食べてしまって、もし体に影響が出た場合、責任負いません。裁判起こすな。裁判起こすなっていう購入規約があることで、ちょっと笑えないレベルらしいんで、今日は爪楊枝でツンってつけて、この、水道水にツンってやって、これをちょっと飲んでみようかなという感じです。辛いものは、激辛ラーメンとか。ああ、全然大丈夫ですよ。ああ、うわ、すげえ。なんかもう何このエジプト感。さあ、ソースか。これ確か1万、いくらすんだっけな、これ。で、本当にこれなんかもう手袋とかしたいなんですよね。まず香りから700。あ、やばいやばいやばい。なんかこれマニュケみたいになってるんだ。あ、びっくりした。最初からやらかそうだった。なんか、こういう感じになってる。なんか、えっちょりしてるぞ。なってるかな。こういう感じ、ほら。黒蜜みたいな感じです。あ、そうも一滴でやばいよ。香りもね、なんかちょっといい匂いかな。これそんなデスソースみたいなやばい匂いじゃない。なんか辛いものの匂いじゃないですか。はい、ここから爪楊枝でつけます。あ、これこんな感じなんだ。はい、まあ大丈夫だろ。まあ大丈夫だったら、ね、はい、OK、こんくらいです。研究員みたいなことね。あ、こぼした。え、嘘でしょ。勘弁してくれ。ね、フレどっかで足とかで触れちゃって、なんかちょうどどっかに当たったとか言ってた。このヒカキンさんと、あのマホトっていう人は俺知ってるんだけど、ヒカキンさんは登録してないね、チャンネル登録。シーオッケーオッケー、そうです、いきます。男のジャンケン、いきます。最初はシージャンケンポイ。 あ、 あ、ちょっとでしょ、ちょっとでしょ、でも濁ってるしね。あ、でもほんとちょっとでしょ、ほんとちょっとペラ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 。じゃあ、こう、いきます。710万ザソース、ちょお、あの、これだったらまだデスソースの辛さですね。あ、ちょっと待って。え、辛いじゃん、めっちゃ。え、飲みすぎましたよ。全然辛そうじゃなかったじゃん。いや、でも、いや、全然、なんかちょっと辛いぐらいなのかなと思ってたから。あ、おかしいな。強いよ、辛いのに。あ、まさか。あ、僕もやばさ伝わってます。今で熱い。ちょっとしか飲んでないからだよ。多分俺飲み込んではないですから。あ、なんだ。口に入れて、なんかもう色が変わった。色がね、ちょっとね、その中回ってるんですよ、ここで。ちょっと回ってるんですよ。じゃあもう、でも潜っていきますね。潜っていっちゃってください。映像が一回、はい、はい、いただきます。
な。ちょっと薄まってるから。はい、じゃあ行きたいと思います。やばい。大丈夫。あ、これ。このヒカキンさん、あれなのか、ウルトラデスソース持ってたんだ。へー、知らなかった。マロ YouTube、 どうもヒカキンです。ついにこの日がやってきました。本日俺も買いましたけどね、辛いデスソースを手に入れました。それがこちら。ウルトラデスソース。はい、こちら数あるデスソースの中で世界一辛いウルトラデスソースでございます。通常日本では売ってません。ネットで取り寄せました。おそらく皆さん馴染みのあるのがこちらではないでしょうか、まあ、ドンキホーテとかビレッジヴァンガードとかね、日本で売ってる中では一番辛い、サドンデスソース、まあ、今まで僕はこれ舐めてね、何回も死にかけてるんですけど、ちょっとこの2つの辛さ調べてみたんですが、辛さというのはスコビルという単位で表されるみたいなんですが、こちらのサドンデスソースは10万スコビルと言われてます。まあ、僕は生涯これより辛いものは食べたことがありません。それで10万スコビルで、今回ゲットしたこのウルトラデスソース調べてみたら、ちょっとね、血の気が引きました。なんか冷や汗出てきました。なんとその辛さ117万3000スコビル、まあ、だから単純に計算するとこのサドンデスソースの11.7 倍くらい辛いってことですよね。もうこのおっちゃんの顔が全てを物語ってます。お前辛さ舐めてと痛い目見るぜって顔してるじゃないですか。さあ開けてみます。ちゃんと箱に入ってんだよね。あ、来た来た来た、うーやべえ色してる。なんかもう黒いんですけど、微妙にサドンデスソースと比べるとこんなに違う。これが11倍の辛さか。さあまずは香りからですね。香りもうなんか黒いの溜まってるもん、上の方に。これ110万スコビルの世界へ。まあいわゆるデスソースの匂いなんですけど、ますます薬品じみてきてる。で今回ね、おそらくその辛さに耐えられないと思ったんで、はい、こちらレモン用意しました。レモンをね、一気にガーンってかじると辛さをね、結構かき消せるんですよ。嘘。本当に？オッケー。それでは行きます。ちょっとにしとかないとね。ちょっとよ。こんくらいにしとこ、こんくらいにしとこ、こんくらいにしとこ、こんくらいにしとこ。やばいからこんくらいにしときます。はい。こんくらい。ラー油ちょっとみたいな感じですね。え、怖いよ。怖いよ。それでは、世界一のデスソース。110万の辛さ。いただきます。なぜかしゃっくりが出始める。
辛いもの食うとしゃっくり出るよ。なぜかしゃっくり出るよ。あ、レモンを食うと辛さが紛れる。はい、ということでですね、4つ目の方にですね、どうやらヒカキンさんが、世界一辛い、まあ、ウルトラデスソースと、まあ、世界一辛いソースか、ザソースですね。まあ、激辛マニアの人だったら結構、まあ、有名なんですけど、それを買って、まあ、ね、ちょっと食してるということで、うん。知らなかったですね。あのザソースはね、一応ネットで買えるんですけど、確か値段が、いくらすんだろう ?1 万ぐらいするんじゃなかったか。忘れましたけど。1万ぐらいは多分、するんじゃなかったか。多分1万以上すりますね。おそらく。うん。ので、まあ正直な話、俺が持ってる、今まで食った中で、一番辛いのがそのウルトラデスソースっていうやつで、117マンスコビルのやつで、あ、それの、6、7倍辛いっていうソースなんですけど、まあ、世界一辛いソース。一応、世界一辛いって銘打ってるけど、実際のところ、世界一辛い、ソースなんですよね。いわゆる液体で、なんか探せばあるかもしれないけど、一応液体で、ソースでは一番辛い。一応それ以上に辛いのはあるんですけど、なんか結晶化したりして、粉末みたいになったりしてるみたいですね。うん。一応液状の中では一番世界一辛いっていうものがザ・ソースっていうやつになってます。うん、まあ俺はね、高いんで買わないです。買ったとしても意味ないから、使うこともない。使うものもないんで。うん、ということで、今回のあれは、3343です。ご視聴ありがとうございました。